ははいはいははい。それじゃあ今回もマリオカート実況、やっていきまるほい。今回はゆっくり実況なんだな。だって一週間に一回はゆっくりでやるって約束しちゃったんだもん。確かにそんなようなこと言ってたな。そしてこの部屋は私たちより冷凍上の方々が多いし、うまく冷凍すっていきたいところなんだぜ。今月中には冷凍3000行きたいね。それと実はこの撮影の前に、コーダさん主催のマリオカートの大会に出たんだけど、かなりレベルが高くて驚きました。まあ代わりにマリオカートをやり込もうって心に決めることができたんだけどな。いつかは強者になりたいものです。このシリーズだけは何が何でも失踪しません。他のシリーズも失踪しないでくれ。それは保証できません。なんでだよ。さて、今のところ1位だな。1位になると一気に独走しやすいステージだったはずだし、このまま独走したいものだぜ。あ、でも早速リンクさんに抜かれちゃった。まあ私たちより格上が多いし、当たり前だな。しかしところがどっこい、私は天才ですよ。レート差なんて簡単に覆してみせましょう。ほらほら、また1位を取り返しました。さすが天才。神様お願いします。こいつに青コーラというプレゼントをお見舞いしてあげてください。ふっくっくー。これは勝った？勝ち確です。神様お願いします。こいつに通信エラーというプレゼントをお見舞いしてあげてください。ガチでトラウマになってるからやめて。さてと、キノコも2つあるし、ガンガン突き放していきましょう。1位でキノコ2つ所持は強いな。このキノコも所持しつつでいいかな？まあまだ2周目だし、油断だけはするなよ。もちろん、油断なんてするわけありません。さてと、カップラーメンでも食べようかな？最上級の油断をしてんじゃねえよ。おお？見て見てマリサ、少しミート距離離せてるよ。確かにそうだが、青トゲ一発、もしくは赤コーラ食らったら即追いつかれるんだぜ。ふふ、マリさんくん、私の能力を知っていますか？お前の能力？そんなのないだろ。知らないみたいですね。実は私は常にテレサモードになることができるんです。は？どういうことだ？私は昔から誰かに話しかけても誰も気づかないんです。ほら、これって絶対透明になってるでしょ？よし、実況やっていくんだぜ。え？どうしたの？いいから実況やるぞ。もう、恥ずかしがり屋さん、うぜえ。よし、さらに話していけてるな。これなら仮に青トゲ来ても追いつかれなさそうだね。大会のレベルが高すぎたのか、かなり圧勝になって驚いてるんだぜ。ちなみに大会の動画も昨日投稿していますので、よければご視聴くださいませ。本当にレベル高いですよ。中でもオフスオフスの方は次元が違ったな。あの方はおそらく異次元を旅しているんです。そうだ、そうに違いない。ウプ主ももっとやり込まないとな。そのためにはショートカットとか 200cc になれないと、それと cc レモンも飲まないと。どう？面白い？笑って。この空気どうしてくれんだ？ごめんなちゃい。てかマジでやばいな。こんな独走久しぶりなんだぜ。いやー、コメント欄のアドバイスをたくさんいただいたおかげで、少しは上達できたかな？まだまだ下手くそなところばかりではありますが、もしよければここをこうした方がいいなどのコメントをくださると嬉しいです。てか本当に何も起こらなかったな。動画厳選ぐらいしろよ。この時熱が出ていて、2試合しか撮影しなかったんだもん。仕方ないじゃん。ということで、ゴール。今回は特に何も起こらないような試合になってしまい申し訳ありません。それでは今回はこの辺りで終わります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。もしよければ今回もおまけありますので、ぜひ見てねー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。それでは最後のおまけコーナー、霊夢の一言でお別れしましょう。ではどうぞ。マリオカートとかけまして、松井秀喜と解きます。その心は、どちらもかっ飛ばすでしょう。面白い？ねえ面白い？ねえねえ、面白い。